よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。野沢さんはお子さんの頃どんな性格だったとか将来こんな夢があったなとか、なんか覚えてたりしますか？保育園がね、はい、大嫌いだったんですよ。あ、大嫌いだったんですか？なのでね、はい、とにかく脱走。あ、脱走、保育園が脱走とかね、はい、でそうするとどうしても目をつけられるんですよね。はい、確かに、うん、でその起き寝が嫌でね、はい、起き寝が嫌で、その時その、まあ、保育士さんたちに、はい、なんで寝なきゃならないのって聞いたの、はい、そしたら、はい、いや、お昼寝の時間だからみんな寝るのよって、 あなた寝てないじゃないかと、あ、おかしいだろうと、はい、いうことで喧嘩売ってですね、じゃあもうあなたはいいからと、はい、いうことでなんかあの お手伝いしてました、はい、荷物運びとかね、あ、じゃあ起きてることを許されたんですね、うん、そう、もうこいつは仕方がないんだろうと思って。でもそれすごいですね、はい、そうじゃないとまた脱走するからさ、大体こうねじ伏せられそうですけれども、うんうん、もう許可をもらったというでもなんか面白いってコメント来てますけど、私でもなんか幼稚園の頃に、うん、なんか一人で幼稚園のそのバスと止めるところにつららができていたのを雪玉をぶつけて、うん、あれが欲しくてよくぶつけていた思い出があるんですけど、うん、完全に一人だったので私脱走したのかなと思っててそうだ、ね、みんなもしかしたら結構脱走経験あるかもしれないですね、1回ぐらいは、1回ぐらいはね、絶対私はなんか覚えてないんですけど、うん、なんであの一人で雪玉ぶつけてたんだろうと思うと、一人だとそうだね、脱走の可能性あるね、帰り道とかだったら周りに他の人がいるはずなのに誰もいないところで雪玉をぶつけてた記憶があるので、じゃあ多分1回ぐらいやってますよね、もしかしたらみんな脱走、うん脱走癖が、まあ、脱走癖ね常習犯になっちゃダメですよそうですね、はい、大人になったら今もう大丈夫ですから、はい、はい